はい、皆さんこんにちは、アニメ飼育の室井康です。今日もね、散歩配信をしたいと思ったんですが、なぜか僕の住んでいる地域の 4G が死んでしまっているというか、稼働しないので、まあ急遽ですね、散歩しながらビデオ撮影による散歩配信じゃないやつをしたいと思います。今日の話はですね、急がば回れっていうね、で、絵の違和感に気づいたら一個手前の過程に戻って、プランを練り直そうというね、話を、してみたいと思います。そうなんだよね、さすがにあれですね、チャットなしでやるのは若干テンション下げ目かもしれないですけど、ガンガン喋っていきますね。これ結構ね、最近思ってることなんですよ。自分の今の、なんでしょう、まずい部分、うまくいってないなっていうことを、今の小手先の表現で、どうにか取り繕おうと、してしまうのが、まあ、人だと思うんですよ。めんどくさいじゃないですか、やっぱり全部直すっていうのはね。例えばなんかこう色まで塗ってみたけど、なんかこれ変だなとかね、この人のポーズ変だなとか、なんか手長くなっちゃった、短くなっちゃった、なんかこの顔の形おかしくないみたいなね。まあ自分の絵に違和感を気づいてしまったと。なんかこれじゃない感っていうのがね、すごく、まああるという時にですね、まあ一番手っ取り早い方法としては、例えばトリミングっていってフレームを変えるとか、まあ色を変えるとか、そういうこともできるんですが、そういうことで、修正するのにもやっぱ限界があるんですよね。でもなんかね、こういうことはね、最後の最後になってね、気づくんじゃないんですよ。だいたいですね、途中で気づいてるんですよ。最初のオーラフっていうのかな、プランの時はなんか雰囲気がいいぞと思って書き始めて、で下書きに なりましたと。まあ下書きでもまあいいんじゃないかな、でもなんかちょっと変な気もするなと。でペン入れ、仕上げ、色塗りやっていく間にですね、なんか自分の書きたいのってこれだったっけって、で戻ってみると、このラフのレイヤーの時はすごくよく書けてるような気がするんだけど、なんでこの最後の絵はこうなっちゃったかなって、頭抱えるなってね、いうようなね、場合よくありませんかね。こういう時にチャットがあるとあるあるわかるなってね、誰かがね、まだそうだな、初めて3分目だからね、2、30人ぐらいしか集まってないかもしれないけれど、まあ、誰かがね言ってくれたりするんですけど、それはない。もう架空の視聴者に向けてね、無理やり喋ってますけどね。そうなんだよ、そういうことよくあるでしょね。こういう時はね、だいたいその自分がいいと思ってるオーラフが、まあ最初のラフですね、が実はまだプランニングがちゃんと固まってなかったりとか、雑な状態で次に進めてる場合が多いんですよね。できれば、ラフ下書き段階で、あ、もう勝ち見えたなみたいなね、これはもういい絵にしかならないなくらい実は固めておかなければ、これうまくいくものもいかないんですよね。これはね、もう一枚の絵もそうなんだけど、例えばアニメーターになりたいっていう人の就活もそうなんですね。なんかアニメの仕事よくわかんないでアニメーター志望の人とかいるんですよ。どんな試験があるんだろうっていうので、わかんない人も結構いるんですよね。っていうんじゃなくて、もうありとあらゆるところから、アニメーターってこういうね仕事やるし、なってる人、最近なった人はこういうレベルの人だし、そして今自分はアニメーションを動かしてみて楽しいとね、もう傾向と対策も自分の適性もバッチリだぜっていう人はですね、あとはもう勝ち戦、実行するだけなんですよ。自分でスタジオに募集ね、募集フォーム、わかんない、今どういう感じなの、その書類で送って何やってって、あとはまあ何社か受けたらね、
まあ、どれかに当たんだろうぐらいの勝ち戦ってそういうことなんですよ、ね、もうゴールまで見えてる、ある程度しかも自分の状況も分かってる、ね、あとはやるだけっていうような仕込みですね。仕込みができてないでいきなりですね、その清書仕上げの段階でどうにか取り繕ろうとしても無理なんですよこれね。っていうのと同じようにね、アニメーターになろうってなって、その書類選考の、まあ、段になったやつもこれからあと1ヶ月後にね二次試験だと、まあ、二次試験まで行けたらいいですけれど、それからこうなんでしょうね、あこういう募集あるんだっていうのを知ってからですよ、まあ、2、3ヶ月前にまあ分かって、そういうね、書類選考締め切りの2、3ヶ月前に分かって、それからポートフォリオ準備してる人と、2、3年後ぐらいにアニメーターになろうと思って2、3年前から準備してどんな、仕事なのか、どういうのが試験に出るのか、今年、なった去年なった人はねどんな人たちなのかまで知ってる人ではですね、最初からねこれねやる前からね分かってますよね、これ結果が見えでしょね。いや物事って何でもそうなんです。実はこのプランニングの段階で8割から9、まあ、9割ね勝負ありなんですよね。なので実は上手い人の絵っていうのはもうオーラフの段階で、あもうこれいい絵になるよね、完成見えてるよねっていうところまで実は詰めてるんですよね。なので実は上手い人ほどうまく描けてしまうことがね必然的ってのかな。もちろんねただなんとなく上手い絵を描けるわけではなく、過去にたくさん描いているとかね、あるいは、資料をね集めてるとか、誰に向けてどんな絵を描くかとかっていうことをですね、実は絵描く前からもうこうああでもないこうでもないね、お風呂に入っている時なのか、移動中電車の中なのか、ご飯を食べている時なのかね、常に考えてたりするわけです、別の時に。でああやってこうやってこうしてこうやって、ああやればこうなるかな、よしあこれいけそうだな、じゃあよし書こうみたいな感じで、資料ももうスマホとかで調べ物してあってスクショ取ってあって、であとは自分のノーパソなのか、ノーパソコンなのか iPad なのか分かんないけど、自分の作業のところにそのね飛ばしてその資料をね、あとはもう書くだけ、うわーって書いてよし完成だってなるわけですよね。っていうのと iPad の前にそこ座って、まあ、iPad なのかね、まあ、手書きでも何でもいいですよ、手書きの前に座ってふうどうしようかな次の絵っていうのですね、これ全然違うの分かるでしょ、全然違うんですこれね、この差なんですよ実はね。だからもう、紙の前に向かう前に勝負ありなんですね。はい、まあまあまあこれはね、数の問題もあります、もちろん経験値があればあるほどこのシミュレーションが、具体的になるんですよ。で今まで、そんな書いてきたことない人は実はこのイメージトレーニングとかシミュレーションができないんですね。だって経験値がないから、経験値ゆえにいっぱい失敗を、ね、過去にたくさんしているがゆえに計画が立てられるようになるんですよ。あえてこうやってそうすればこうなるんだな、よしじゃあこうなるか、よしいけるなっていうふうに思えるためにも実は場数なんですよね結局ね。まあいつもの話になっちゃうんでね、場数を踏むことによって事前にプランニングできるようになると、まあ、なんでかっていうとたくさん失敗してればもうそのような失敗をしたくないと。で大体ですね、失敗って何かっていうと前段階からいまいちだったりするわけです、計画全体のね構図、そもそも誰向けのどんな絵なのか、どんな狙いなのか、どういうふうに構成するのかというですね、土台の部分から、見直した方がいい場合が多い。逆に言うとそこに一番時間かければその後は流れ作業、単純作業になるんですね。あのアニメの企画もですね、実はやっぱり企画、脚本、シナリオ、絵コンテ、
あたりまでにとんでもなく時間かかったりとか時間かけたりとかこだわったりしておいた方がいいんですよ、ね。まあ、あとのね作画工程とか仕上げ工程、編集で、まあ、どうにかなるだろうってね甘く思ってる人いるんですよ。結構これプロでも結構どうにもならないんですよこれがさっきと同じ話ですね。下書き、終わった後のペン入れや色塗りなんかでどうにかならないのと同じようにアニメも、コンテ終わった後の作画でこのどうにもこれつまんねえなこのアニメっていうのありますよそりゃ。でも俺の作画でどうにかこうこのいかんとも しがたいこのクソまあクソっていうのはあれだね言葉悪いですね。打作をですねまああんま変わんないですけど打作をどうにかしてやろうと、まあ、作まあ俗に言うですね作画アニメと言われるやつですね作画だけ頑張って見せるというのはですねやっぱそう見えるんです。あんま面白くないんですよ作画だけ頑張ってなんかちゃかちゃか動いてるなってんで、まあ、そういう作画が好きな人はですね面白がって見てくれるかもしれないですよ。しかし、まあ、一般ユーザーまでは届かないんですね。まあ、名作とは言われない、まあ、マニアックなね知る人ぞ知る作画アニメみたいなのはですね往々にしてですねこの絵コンテ演出シナリオ段階がぐちゃぐちゃそこまでちゃんと考えられてない場合が多い。逆を言えばですね面白いアニメっていうのはやっぱその狙いがいいんですよね。前段階の仕込みが非常によく考えられているね。これ時間の問題もあるけれどやっぱりねあの作ってる人のイメージの問題なんですよ。こういう人に具体的に伝えたいとかこういう人に具体的に見てほしい、ね、そういうイメージがやっぱ明確なものってとても面白いんですよね。昨日のね、デッサン会レイアウト講座で、まあ、ちらっと話したんですね。立体感とかなんだ、存在感とか、まあ、力感とかね、まあ感って要するに感じるとか書いて感ですね。あれって何なんだろうねみたいな話をしたんですね。丸々感っていうやつですね。まあ、質感かね、素材感ね、質感、あの感じが出るっていうのはですね、あれは何なんだって言ったらですね、センスでも才能でも、まあそれもあるのかもしれないんだけど、そうじゃなくて、その感っていうのはイメージなんだよって話をしたんですよ。立体感とは立体をイメージしながら描かなければ立体感は出ませんね。質感とはこれは薄い T シャツである、これは、まあ分厚めのウールの素材であると思って描かなければそうなりませんね。で髪の毛もゴワゴワした、厚めの毛なのかサラサラとした、細めの毛なのかをイメージしながら描かないとそうはならないんですよね。いやイメージしたからといってそうはならないんですよ。これ難しいことなんですけど、丸々感っていうのは立体感っていうのは常に立体感をイメージして描いてようやく、出るか 出ないかわからないんですよね。まずイメージしますと、その次に、それが出るかな出ないかなになるんですよ、ね。だからイメージしてないものは絵にならないんですね。絵に残らないんです何も、ね。自分がこういうふうに描きたい、こういうふうにしたいという、まさに今日の話で言うとプランですね。プランがないもので、あれなんかまぐれでうまくななんかうまく描けちゃったやってないんです。これ絶対ないんです。絵はね自分のイメージしたものしか形にならない。しかもイメージしたとて形にならないんですよ。イメージしても形になるとは限らないが、 100% 言えるのはイメージしてない人は絶対それにならないっていうのがこれ面白いことに絵なんですよね。まあ、同様にしてですね、例えば、有名なね今大ヒット作品を作ってるようなね漫画家さんだったりアニメの監督さんだったりはですね、 100% 言えるのがものを知ってるっていうのが、たくさんコンテンツを見てる、映画小説ね、もちろんアニメ漫画、近いコンテンツからちょっと遠めのコンテンツまでありとあらゆるものを知ってる、見てる、見聞きしてるね、見識があると、ね、知識がめちゃくちゃあるね。けど知ってるからって言って
面白いものが作れるとは限らない。けど、それを知らない人に絶対面白いものは作れない。これと全く同じなんです。知らないものは絶対形にできないんです。だし、イメージしたものは絶対形にならないんです。だとすれば、今目の前にあることが間違ってるというか、うまくいってないなと思ったら、必ずその一個前段階、さらにその一個前段階、まあ、一番嫌なんだけど、一番ね、しんどいかもしれないんだけど、根本的な自分の考え方、書き方から見直すっていうのが、実は一番近道かもしれないんですよ。めんどくさいんですけど、大変なんですけど、いや、ここまではできてるでしょ、ここまではできてるでしょ、ここまでは自分は分かってるはずだ、という、自分の、なんでしょうね、思い込みというか思い上がりなんですよ、これね。実はね、謙虚さって僕あんま謙虚とか傲慢って言葉はそんな好きじゃないんですけど、謙虚さで言うならば、常に自分は本当の正解じゃないかもしれないという疑いが常にあるということが、僕は謙虚さだと思うんですよね。だし、傲慢さというのは何かというと、自分は偉いと思い込むことじゃないんですよ。まあそれはほんま分かりやすい傲慢ですが、そうじゃなくて、自分は間違っていないということが傲慢なんですよ。ね。ここら辺がですね、なんかちょっと言葉を読み違えてる人結構いますね。自分はここまでは合ってるはずだという自分の先入観による間違ってないって思ってることが傲慢ですよ、はっきり言ってね。常に自分に対して疑いがあり、こうもっと改善方法があるんじゃないかなということが、僕は真の謙虚さだと思うんですが、何か言葉の乱用というか間違われ方があって、自分が偉いと思ってる人は傲慢で、自分は偉くないと思ってる人は謙虚であるって、これ僕は大間違いだと思ってます。そういう言葉の使い方、あるいは認識、偉いってなんだよ、偉くないってなんだよ、意味わかんないよ、その言葉の定義、意味わかんないと思いますね。そうじゃないんです。本当の謙虚さっていうのは、僕が思うには、常に疑いがあり、常に一個前の段階から見直す、そういう常に自分の行動の精度を上げようとする、まあ姿勢ですよね。自分の行動の精度を上げるって難しいよね。それを僕は謙虚さだと思ってます、本当の意味でね。だから僕は偉そうなこと言ってますよね。偉そうなことじゃない、僕は偉そうでもなく謙虚でもないと思ってて、僕は、自分のできることはできると言って、できないことはできないというっていうのが僕は、正しいと思ってて、できるくせにできないっていうのは嘘つきですよね、ね、って思ってます。だから、あと興味がないのに、知ったかぶりする、知らないことを知ったかぶりするのも僕は間違ってると思いますね。だからその自分がここまでできてて、ここからできてないなっていう精度をやっぱ上げていくことの方が大事であり、なんか謙虚に人の言うことを聞くべきだとかね、おかしな話なんですよ。その人が価値があったら聞くべきです。自分が本当に、あ、この人の言うこと価値があるの、あるいはその人の話が分かったらようやく聞くべきであって、別に偉い人の言うことを聞かなきゃいけないわけじゃないんですよね。別にね、それが謙虚さとは違うのね。だからその言葉の乱用とか言葉の精度を上げるっていうのは、すごく自分の行動を縛るので、言葉ってね、だからすごく重要なことだと思いますね。そういう意味ではね、まあちょっと今日話戻るとね、僕結構ね、急がば回れって言葉が結構好きなんですよね。急がば回れっていうのはね、早く上手くなりたいんですよってね、もっとね、早く自分その絵で食ってきたいんですっていうね、いう人結構いると思います。でもね、その急ごうと思えば思うほど上手くならないんですね。これが上手くなろうと早くな、すればするほど、実は上手くならないというロジックがあって、これ何かって言ったらね、表層的な、なんでしょうね、取り繕いみたいなものに走ってしまうがあまり、自分の壁を簡単に、まあ、決めてしまう可能性があるからなんですよね。まあ、さっきの話で言うと、急いで上手くなろうとすればするほど、まあパッと見の見栄えを意識するのはまあ大事なことなんですが、自分の弱点に目をつぶり、とりあえず
まあね、そのまあ一枚の絵をですね、なんとかこれ早くうまい感じに上げようという方向に行くんです。もちろんそっちのベクトルはね、初心者の時大事なんですよ。本当の初心者の時、全然形にならない時ってやる気も出にくいんだよね。下手すぎてなえるんです、自分の絵が。その時にまず表像かっこよく見えるためには、やっぱ逆光だなとかさ、かっこよく見えるこういう構図がいいなとかね、まあ一番ですね、分かりやすいですね、うまく見える、まあ、パターンをまずは、真似してやってみるっていうのが一番手っ取り早いんですけど、これがまあ初期段階でね、自分のやる気も出させるいい方法だと思いますが、そっから先徐々に、レベルを上げるってなった時にね、やっぱりね、自分の基礎の部分から見直す必要があるわけです。一番めんどくさくて、しかも成果が出にくいことに着手しないとうまくならないフェーズってのがあるんですよ。最初はね、見栄え重視でかっこよさ重視でいいんですよ。それでいいんですよ、初心者は。そこから中級者になって、ある程度描けるってなった時に、今まで、まあ、初心者で目をつぶってきた、いい加減にしてきたところをやっぱり無視してはうまく描けないんだってことに気づくと。で、ね、そっからやっぱ描き直さないと、あるいは自分で練習し直さないとダメなんですよ。でね、僕が、アニメーターになってやってたこと、ごめんなさいね、僕ね、なんか偉そうなこと言ってますけど、アニメーターになる前は割といい加減なフェーズでした。いい加減でした。その弱点を潰すところまでいかずに、実はプロになりました。てか、なれるんですね。昔だからかもしれない。僕20年前ぐらいに就職してるんで、就職ってか、ね、アニメータージブリに向かった時は大体20年ぐらい前なんで、まだその時は甘かったんですね、きっと。僕もなんか今の本当ね、ツイッターとか見てるとみんなうまいですからね、その新人からね。まあその時の僕のレベルは、そうだな、どのぐらいだったのかな、まあいいや。で、実際問題、仕事始めて、まあ、フリーになって原画やり始めた時に、常に分かんないものを潰すっていうことをやってましたね。分からないことを潰す、ね、それは要するに簡単に言うと、見ながら描くってことですよね。自分で T シャツ着てたら T シャツで手を挙げてみる、手を挙げてるっていう演技があったら、自分で手を挙げて鏡で見たり、当時そんなにね、立派じゃなかったデジタル、何そういうね、まあギリギリあれか、カメラ付き携帯とかそういう時代ですよ、本当。で、自分で撮ってみてどういう芝居になるんだろうとか、まあお金ないながらもね、ビデオカメラ買ってみて自分で演技したりとかね、そういうことをやってたんですね。それで、おお、なんかピントが合わないね。それで、あわー、それで自分のわからないものをピント、すごいでしょ、こう綺麗でしょ、景色。日頃のライブとは違った、またね、眺めだと思います。まあ日頃のやつだと、ちょっと圧縮されてますけど、今はもう 4K の60コマで、1秒60コマの一番重々状態のね、動画で今、録画してますからね、録画というか配信、ね、してますからね。これすっごい画質でしょ。ちょっと360度皆さんに景色をお見せしましょう。こんな感じです。おお、プロでそのやり始めた時も結局ね、年齢の割にあんま上手くなってない人っていっぱいいたんですよ、ね、まあ上手い人ももちろんね、もう神がかりに上手い人もいっぱいいますけれど、そうじゃなくて、うわ、この年でこの絵はきついなみたいなね、人も結構いるんですよ。でそういう人の絵を、まあ見るわけですね。作画監督やってたりするんですね。すごい上手い人もいるけど、そうじゃない人も結構いるんですよ。それで思ったのは、あ、この絵の描き方は、さっき言ってたように、その表層を、まあ、取り繕うアニメっぽい絵にして、なんとかお茶を濁して、なんとなくその作画監督ってポジションでやってんだなっていうのも、まあ僕には自慢ね、そういう眼力だけあったんです。無駄に。意地の悪いですね。無駄に眼力、そういうのだけあって、あ、こうはならない方がいいな、なるまいって思って、ちゃんと自分はゼロから、時間がちょっとかかっても、
ちゃんと見ながら書くことによって、まあ、上手い人の技術や実物をちゃんと見ながら観察しながら書くという癖をつけようってね、それが最終的な自分にとっての、まあ、生き残り術になるんじゃ、まあ、生き残り術っていうのは、まあ、ある程度絵上手くならないと生き残れないんですね、やっぱね。なんでっていうふうに考えてたんです、その24とか5の時ですね、ジブリ辞めてそうだフリーの原画マンやり始めた頃に、いろいろ見て、いろんなね外のアニメーター見て、もうジブリにいるとねみんな上手いんですよ。いや、あの特にその動画とかやってるともう凄まじく上手いんですよね。ね、逆に言うと外出ると実はジブリの人より上手い人もいるんですよ。まあね、だけどやっぱり上手くない中堅ベテランさんもいっぱいいるんですよ。そうするとね、やっぱその波があるんですよ。波っていうか、こういう人見てああいう人もいるんだなってね、均一じゃないんですよ。でその時に、あ、こうなっちゃうんだなっていう、こうまずい例も見るわけです。でそして上手い人の例も見るわけです。そうすると上手い人はね、やっぱ実物見ながら描いてたりするんですよね。某師匠はですね、某師匠っていうね、某本田師匠はですね、もう自分の机に靴を置きながら書いてましたからね、電脳コイルでね。いや、びっくりしましたよ。机に靴あるんですよ、子供の靴。資料それだけ。資料、靴、子供の。だから電脳コイルの靴すげえうまいんだよ。ね。多分、電脳コイルの中で多分自分が書けないなと思ってるのは靴だったんでしょうね。いや、すごかったね。靴うまいっす。ぜひ、電脳コイル1話の靴見てください。はい。まあまあまあ、そういうふうにですね、自分がわからないものとか書けないのこれだな、あるいはこだわりたいものこれだなっていうのが、皆さん自分の机に子供の靴置いてないでしょ。そういうことなんですよ。やっぱ違うんですよ、ね、さっき言ったようにイメージしたものが形になるというように、やはりその出残り一番の靴すごいですよ。本当マジで子供の靴すごいですよ。やっぱすごいんですよ。それを狙って、これこだわってる、これすごくちゃんと書きたいっていうもの、しかも末端部分ね、やっぱそのね凄みとか、やっぱり形の良さっていうのはね、本当にやっぱフィルムになるんですね。まあそこまでのね、本当もうその人は業界でというか、もう日本でトップクラスのね線画家だと思うんですけど、僕はね、本田さんはねだと思うんですけれど、本当5本の指に入るじゃないですかね、日本人の中でもね、わかんないけど、まあそのぐらい好きな人なんですけどね。まあそういう人のね様子をやっぱ見れるっていうのは、あ、やっぱそういう風に見ながら書かなきゃダメなんだなっていう風にね思うわけですね。これめんどくさいじゃないですか。一番遠回りそうなんですよね。何か見ながら書くとか、自分のだから見ながら書くって何、もう僕よく言いますよね、見ながら書こうって。それは何かっていうと、一番自分の思い込みや、何でしょう、先入観を常にリセットできるんですよ、ちゃんと見ながら書くっていうのは。どんな人でも思い込みはあるの。人間の体ってこうなってないかなとか、芝ってこういう風にできてないかなとか、まあ、自然とか景色ってこうじゃないのかなって、それはあなたの思い込みなんですよ、ね、で誰もがあるんですよ。で誰もがある思い込みを、自分の思い込みの傾向が分かって、でそれに対して対策を取り、でちゃんとそういう風に書くっていうのは、やっぱ見ながら書くってことにも集約されてるんです。めんどくさいけどそれなんですよね。でそして、レイアウト講座で話したと思うんですね。足元が見えないね絵コンテになってて、足元から全部書こうねって話を、昨日のレイアウト講座でしました。でみんなどしーって、そこからですか。なんかちょっとね、絵コンテがあってレイアウトを描くとなった時に、まあね、レイアウトコースでね、アニメシュークのなんかこの絵コンテを上からなぞろうと思ってる人はいませんでしたかって言って、はい、思ってましたってそれやろうと思ってましたって、いいよって、いいんだけどねって、この絵はどこにね、まあそれはね、そのキャンピングカーの中の座ってる少年とかね、立ってる男の子とか、そんなような絵ですよね。足元全部描こうって話をしたんですね。見えないとこから全部描くってね、空間見えないところから全部描くことによって、ようやく
このキャラクターがそこに存在してるって自分で思えるはずだよねってね。自分で思えないもの、自分で信じられないものは絵に描いちゃダメだよって話をしたんですよ。自分がそれどうなってるのか曖昧なものが、例えばこの絵の中にね、どういうふうに自分がここ立ってんの、空間どうなってんの、後ろどうなってんのっていうのがわからないものを一個でも入れちゃダメなんですよ。わからないものはその曖昧さが絵に出るから、そしてその曖昧にして描いてしまったものっていうのは自分の中で分かってないから、やはりその魔法がかかんないんですよ。まあちょっとね、キザな言い方すると絵っつうのは魔法なんですよね。要するに、まあ、さっき言ったイメージっていうのと同じです。イメージってよくあるじゃん、そういう魔法的な、なんだあのロード・オブ・ザ・リングじゃなくて、あれなんだっけ、なんか魔法学校の話なんじゃん、あれね、ハリー・ポッターだ、ハリー・ポッターね、なんかもうイメージが具現化する的なやつですよね。っていうのが絵なんだよ、基本的にね。だからその人のイメージっていうのはその人がどこまで認識してるか、意識できてるかがそのまま絵に なるんですよ。だから曖昧にしてる足元はそのまま曖昧にしたなっていうの、まあその気の抜けたカルピスっていうのがあの炭酸泉みたいな感じ、気が抜けた絵になるんだよ、簡単に言うと抜けた絵になっちゃうの。魔法がかかりきってない弱いね、ふわーっとした絵になるわけね。だからそこから足元から全部ちゃんと描いて、見えないところも全部描いて、もうこれはどうなってるのか見えない画面外までが、あのね、見えないところからちゃんと描きつつも、しかも見えてるところの収まりをよく描くんですよ。そのようにトリミングして、コントロールして描くんですね。しかもなおかつ絵コンテの要求を応える、これがめちゃくちゃ難しいんですけれど、そういう絵はね、なんで、いや画面外になって見えないんだからどうでもいいじゃないですか、そうじゃないですよ。画面外からしっかり描いた絵っていうのは画面外が見えるんだよ、画面の外が見えるの。要するに画面の外の広がりが見えるんですよ、そういう絵は、ね、なのでそれが魔法のかかった絵っていうのかな、まあカッコつけて言うとね、魔法の、イメージがしっかりとされてる絵、画面外の広がりを感じる絵っていうのは画面外の広がりをイメージして描いてるか、だから分かりながら描いてるから、それをトリミングしたらそうなるの。それがその人のイメージであり、まあ今日の話でいうとこの怪しいものを全部、怪しいっていうのは自分で曖昧なものを全部排除してしっかり全部描こう、それは自分でそのプランニングをね、前段階からしっかり描くっていう話ね、今日の本質につながるわけです。よし、ちょっとねそんな感じで今日の話は終わりです。いやー、ライブなしでチャットなしで楽々と30分喋れてしまいました、すいません勝手に話して皆さんの反応もなく、もう今日はちょっと 4G の影響で、なんか僕のこの山々では 4G が通らないので、勝手に、ライブ配信ではないが散歩配信させていただきました。はい、そんな感じで皆さん、怪しいと思ったらですね、自分の、絵で違和感を感じたら、その違和感をですね無視せずに、必ず一個前の、あるいはすごい面倒くさいなって思うところからぜひやり直して自分の弱点を潰していってほしいなと思います。はい、そんな感じで皆さんご視聴ありがとうございました。